はい、皆さんこんばんは。今日はですね、東北地方新潟県の上の方に位置しますですね、村上というところの温泉にお邪魔しております。ちょっと仕事柄ですね、村上市の中にあるとある企業さんとお話をさせていただいております。まあ、このくらいしか情報がお伝えすることはできないんですが、まあ、3ヶ月に一度ぐらいですね、こちらの方にお邪魔させていただいております。今日泊まってですね、明日にはこれまた関東の方に南下をして、まあ打ち合わせを兼ねてクリスマスぐらいには北海道に戻れるかなというようなスケジュールになっています。ですね、今回のお部屋はとても素晴らしいお部屋です。ではそのお風呂を見ていただこうと思います。それではどうぞ。はい、というわけでこのようなですね、お宿をご用意していただきました。まあ、大変素晴らしくてですね、もう部屋に入ったら一歩も出たくない。もう食事ぐらいですね、食事に行く時ぐらいで、あとはもう部屋から出ることがないようなくらいのお部屋でした。泉質はですね、ナトリウム塩化物温泉という形になって、少しですね、ちょっと硫黄の匂いも香りもするような温泉で、もうすでにですね、相当お肌がツルツルになっております。はい、またね、違う温泉など行った時にはですね、こういった形で Vlog を紹介したいと思っております。